どうもポテトメガネです。どうもポテトメガネです、今回からですね、ちょっと2人になってるっていうね、はい、山本をしれっとフェードアウトしたけどね、シュッとびっくりするわ、これいつか戻ってくるけれども、また戻ってくるかもしれないけど、さんがそうそう、ちょっとね、かなりこうフラットっていうかライトな感じになると思うとよ、うん、今後よかよ、ジカちゃんも入ったもんだけどもどんどんなんか楽な感じになるけど、いい、そう、私もへーすごい、へーみたいな感じで、まあ、マジみたいな、すげえ浅いコメントとかなるかもしれないけど、いや、いいと思う、いいと思う、まあ、そんな感じでね、うん、でもうね、早速ちょっとね、今回最近ちょっと多い質問っていうか、うん、お客さんからあの別光っていろいろこうなんか聞くけど、ね、色とかね、例えばフレームの色とか別光とか言われる、ね、結局その別光って何という分かる、ね、何なんだろうと思ったりします、ね、なんかいいものだったりとか分かるけど、深い言葉はいまいち触れない、いまいち分からないね。もともと別光ってさ、あのタイ米っていうウミガメの甲羅の加工品なわけよね、うんうん、だけど最近よく、まあ、言われる別光っていうのは基本的にはね、それの模倣品って思ってもらったわけよね。だけどこれ別光ですよねとかってお客様も言われるけど、いや、あくまでこれプラスチックで別光の柄をしているだけですよとかって俺らは答えるとよ、へえ、うん、でお客様もやっぱ分からないんよね。昔から別光別光って言われたら、本当に別光なんですかとかって方もおるよね、当然ね、だと思ってます、うん、でもそういうことではない。で、本物の別光っていうのはだってもうワシントン条約で、まあ言ったら国際取引自体が NG になってるわけやけん、1918年かな近かった、すいません、残念、本当だ、近かった、残念、1993年、あら、最近だった、全面輸入禁止になっております。はい、もうなんかふわっとはさ、やっぱそういうの知っとったけど、何年からどうのこうのって意外とね、わからんかったし、今回ウィキペディア力借り取ります、正しいからね、うん、借り取ります、間違ってないから、しっかり借り取ります、うんうん、でだけ今出回っとる結局その別光とかは、はい、言ったらあるストックの中から結局さ加工をして、はいはい、まあ、色々こうブローチにしたりとかあるじゃない、ある、うん、そういう時にやっぱ希少価値も上がるし、やっぱ高いとよ、ね、うん、高いですよね、メガネもだってもう相当高いよ、さ、効果になってくるよね、当然 ね、うん、でこれもちょっと補足ないけど、日本ではね結構黄色い部分が結構多いのが効果とされてるんだけど、うん、なんか西洋の方ではね、こう褐色の方がやっぱね効果だったりするわけだよね、濃い色ってことですか、そう、年寄りのなんか茶色っぽいなんかこう褐色がいいっていう、これもまあ、あの今回お力をね、借りています、ウィキペディアのお力を借りています。でも確かにどの種、うん、どう違うのと思ってましたもんね、ね、何の差とか金額の差とかね、いろいろこうあったりとかすると思うけど、その辺って結構割とね不透明なところありますよね、うん、はあ、そうだけど、まあ一部ねその団体とかでなんかその、まあ、その沖縄の方みたいけど、うん、あのなんかね養殖、別光ガメの養殖とかも今なんかそういうの研究とかされてるみたいな、してそう、うん、だって需要はあるはずやもんね、結局そういうあるでしょうね、うん、ね、なんか聞かれますもんね、別光って聞かれる、うん、なんか聞かれる、その天然素材ならではのなんか魅力じゃないですね、石に惹かれるようなもんでしょ、俺がもう、俺っていうか俺がなんかすごいそっちにハマってる感じじゃないけど、なんかプラスチック感が出てるやつは分かるやつもあるし分かんないやつもあるし、はい、まあ、うん、でも本物の方がモテるならいいなとはやっぱり思います、うん、モテるならね、モテるならば、でも効果ですよ、うん、難しいでしょうけど、まあそういうのもあるよね、プチェ TV、でここでね、そう、ややこしいのはその別光町よね、だけさっきから言ってる、うん、これって呼び方がさ、言ったらブランドとかによってその定義が違うもんやけん、ブランドのね、そう、そういうわけなんかお客様から聞かれるそのアンバーとかさ、トータスっていうのも、まあ、両方別光と言われるよね、うん、だけど、まあ、ブランドによってその呼び名は違えるね、うん、まあ、ちょっとね今回サンプルっていうかご用意したけど、こういうね、やっぱこういう柄とか、まあ、各社ありますよね、こういった ね、 ね、柄とか、ちょっと分かるかな、ちょっと見にくいかもしれないけど、薄めですね、少しね、ね、ちょっとこう透けた感じのものとか、うん、でまあ、弊社のオリジナルの素材、うん、これうちではトータスって呼んでるけど、で他のブランドさんだったら違うかもしれないかな、うん、アンバーとかね言われる可能性もあるんで、まあ、こういうことが出てくるっていうことですよ。これは今私がかけてるんです、うん、かけてくれてるんですよね、そうです、同じぐらい俺が気づいてる、いや色は似てる、ここそうそう、一緒一緒、同じ柄で、ね、かけるところのデザインが少し、ね、かけるとこ、うん、ちょっとこう普通のそうだ、ね、うん、あれじゃないですよね、うんうん、デザインも効いてるやつ、しっかりかかってて、うん、変に動かないから、似合いすぎじゃね、すごく気に入ってます、うん、なんかこう、うん、なんか女性がこうかけるのに、うん、特に私30後半バンって言っちゃった、うん、30後半なんですけど、うん、でもなんかこうこういうのかけてるだけで、うん、少し気持ちがいい、うん、なんか、うん、すごく気持ちがいい、なんか最近女性がなんかこういうね、あの華奢なやつじゃなくて、うん、割としっかりしたやつかけるっていうのは結構またなんかいいみたいな、なんか時代とともに主張するのと一緒になんかリンクしてる気がする、あ、本当、うん、なんかすごいしっくりきてるね、うん、なんかそういうどうもありがとう、どうもありがとう
急にやん、うん、分かるよね、そうそう、だけど、まあ、メーカーさんとかもさ結局その別行帳が2つとかあった時に、うん、やっぱり名前の使い分けとかをしていかんと差別化が難しいっていうところが一番のね、もともとはそういうことができたっていうことですよ。だけど、まあ、多分ご質問いただいた方もいろいろね各社でこう名前呼び方が違うから、そう分からないとか多分気になったりとかね、他にもほらデミっていう呼び方もあるし、フランスとかではほらデミグラスソースとかこう半分って意味みたいだけど、なんかねそういったのを使われたりするわけよ。そうなんで、そういったところが、まあ、そう深いよね、うん、それはまあウィキペディアにちょっと聞いていただいて、またいろいろグッとやってもらった方がいいかもしれないですね、はい、うん、TV。 しかもさ、言ったらアンバー自体は琥珀やけどさ、琥珀って分かる？琥珀色？琥珀色の、あの琥珀ね。で結局そのトータスは陸亀やけん、結局どっちもそのウミガメではないっていうことがね、あらみたいな、ちょっとごっちゃになったと思うけど、これ実際でもね、ネイティブの人たちもなんかそこら辺のカメのなんていうかね、全体のこうカメのさ、タートルとリクガメのトータスっていうのは結構ごっちゃになったりするんだよ、うん、たまになんか居酒屋さんとか旅館とかに行ったら綺麗にこうとそカメの甲羅じゃなくて多分そのトータル、うん、トータスうん、の方のあるよね、綺麗な甲羅が、多分それが別校のこと、うちもある実家にその、それこそあれ、タイムラインだと思うな、高いな、いや高い、高価なものだ、もうそう、じいさんの代からしっかりありましたよ、家に。ネイティブでも混同するのに、それは俺らは混同するよね。いろいろ失っててね、うん、まあ、だけど、まあ、ブランドによってまあ呼び名は違うんやけど、基本的には結局その同じような感じ その柄なわけよね。うん、まあなんで、別行帳ってね、あんまこう深く考えられずに、うん、まあなんかこう、うん、こうライトなとこでこう考えていただいた方がいいかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、ジュカちゃんも掘り下げたことないでしょ、だって別行帳に関してね、気にはなんか絶対唯一な存在と分かってますけど、うん、掘り下げるってまでは やっぱなかったです、ね、だけどそれぐらいの方がいいんじゃないかなと思って、つけやすいのかもしれない、うん、ってところです、はい、今回のテーマとしては、掘り下げない方がいいですね、はい、どうもポテトメガネでした、ポテトメガネでした、失礼します。お会いします。じゃんじゃい。わほえ。どげんなると思う。ドゥドゥン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 。ジカちゃんも多分似合うもん、別に。キャラが手伝って似合う。キャラが手伝うって初めて言われた。手伝ってるやろ、それも完全に。手伝ってるでしょ。